ントマンワスプ、星2。アントマンでこそドロが世界を救うスーパーヒーローまで昇格した後にシビルウォーキャプテンアメリカでスーパーヒーロー同士の内戦が勃発してその内戦に向かうために勝手にアントスーツを持ち出してぶっ壊した後にスーパーヒーローは勝手に行動してはいけないという条約によって自宅軟禁されているところからのスタート。マーベル映画はこのシビルウォーから様々なスーパーヒーローが別の映画に顔を出すようになるからいきなりこの映画を見てもなんでこいつが軟禁されているのか意味不になっちゃうのぜ。トム・ホライゾンのスパイダーマもこのシビルウォーでアイアンマンと仲良くなってトム・ホライゾンのスパイダーマスーツはトニー・スターク製のほぼアイアンマンスーツみたいなスーツだったりするからね。映画の内容はアントマン1でマイケル・ダグラスの奥さんが生きているかもしれないってことが分かったので奥さん救助隊をするのが主なメインシナリオなのぜ。このシナリオでは明確なヴィランが存在しないため脚本難易度が高め。ヴィランが不在の映画でもシビルウォーみたいに面白い脚本は書けるのぜ。だけどヴィランがいないと視聴者は昇格料気味になっちゃうからよっぽど上手に脚本を書けないと本作になっちゃうのぜ。そしてこの映画は本作であり、息の勢いや面白い部分の表現がかなり削れています。食事を摂取する時の BGM 代わりに最適。